今回の企画は暗闇ミニゲーム選手権。マインクラフトの世界には自分の周りを暗くする盲目というエフェクトがあり、今回はそのエフェクトをかけた状態でミニゲームを4種目行う。果たして暗闇の中でどんな戦いが起こるのか。チャンネル登録とグッドボタンを押してドズル社を応援してくれ。はい、ということで、本日の企画なんですけれども、本日は暗闇ミニゲーム選手権、イエーイ、イエーイ。皆さん、僕たちはマインクラフトでいつもいろんなミニゲームをやっておりますが、今日はなんと暗闇の中でいろんなミニゲームをやってもらいます。なるほど、暗闇ね。2人得意でしょ。なんでいや、サングラスいつもかけてるからめちゃくちゃ有利です。僕は慣れてますよ。ボンさんいつも暗闇の中でプレイしてたの。そうです、そうです。もういつも通りと言っても過言ではない。今回はちょっと土俵合わせるためにみんな電気消そう。いや部屋の電気関係ないのよ。じゃあ今日は、ちょっと視界が悪い中で、ミニゲームをやっていきますので、まあ、ちょっと直感とか、記憶を頼りにいろいろバトルしていきましょう。よろしくお願いいたします。お願い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 します。では早速1競技目はこちら。なんだなんだ。暗闇レースでございます。はい、はい、じゃあ会場通しますね。会場通しますね、はい、もう暗くね。暗い。第1ゲームは暗闇レース。真っ暗闇の中ゴールまでの速さを競うレースを行う。アスレチックや記憶力が問われる即死のトラップがあるが、盲目のエフェクトはダッシュができないので注意が必要だ。え、みんなどこ？みんな目の前にダイヤ見えますか？ダイヤがある。あ、見えます見えます。あ、これおそらく僕もちょっと分かんないですけど、おそらくこちらの方にゴールがある気がするんですが、はいはいはい、耳を澄ますと、耳を澄ますとなぜかボコボコ聞こえる。マグマの音が聞こえる。嘘、これ湯気が見えるでしょ。死んだら終わり。本当湯気が見える。いや多分死んだらまた戻って何回もやりながらだと思う。じゃあ皆さん準備はよろしいでしょうか。いいでしょう。これどうなってんだ。これ心の準備だよな、これは。心の準備。それでは暗闇レース1についてよーいスタート。あ、初め見える、初め見える。やられたウォーデン暗くなっただけで。なんだなんだ、なんか横にも道あるな。オッケー、むずいぞこれ。暗いとジャンプがね、なんでだ、なんかね、ダッシュができないんですよ。ダッシュできないんだ。暗闇だとダッシュできないんですよ。そういうことか。そう。いや、むずい。やばい。あ、なんかベッドあった、ベッド。ベッド？え、ベッド見つけられません。いった、うわ、待って。まだ2段目に到達してません。あ、やっとベッド。むずすぎる。本当にむずい。何これ？タイミングだもん、これ完全に。あ、超えろってこと？はい。これ、どこかが正解でしょ？ガチでむずい、これ。うん、1個正解がある。あ、カワツマ？そういうこと？うん、カワツマそう。あ、そういうことか。全然跳ねない。ジャンプで超えるのかと思った。ジャンプでいけるならいい。ジャンプで超えちゃった。すげえ。面ゴールしたの。やった。これゴールだったのか。いや、それゴールかも。うん。これ全部踏んだけど全部なかったんやけど僕。いや、1個目あるよ。いけるとこ。あ、マジ？いけるとこあったんですね。1個目、多く。多く。本当は。いや。あ、本当だ。多くだ。でしょ。マジか。おね。本当だ。しまった。やべ。BS で乗り越えたなって言えば。いい。フィジカルで超えた。フィジカルで超えた。なんでも OK。あ、2個目いけたのに忘れちゃった。なんだったっけ？最悪。白樺。いや、違うわ。白樺じゃねえわ。あ、ダメ。あと1個なの。OK。わかんない。ボンさん。いや、まだダメだ。多すぎる。1個目遅くらい。いやもうただしらみつぶしにやってるだけだよマジで。いや4つ目どれだ。
ダーマさん嘘でしょ。最終的にジャンプです。最後はジャンプ。いや、わかんない。ここまで来てジャンプです。俺でもいけるっていうのは分かってね。あ、いけた、いけた。このオレンジの、あ、ん？ダークオークの隣？ダークオークとこの赤い幹の真ん中の間のやつ。マングローブか。マングローブか。マングローブだった。マングローブ。本当だ。多分ラストだぞ。ジャングル。ジャングル、マングローブ。マングローブ、ジャンプ。最後はジャンプ。ここでジャンプ。ここでジャンプ。アカシアです。アカシアか。アカシアか。オッケーオッケーオッケー。ジャンゴをマングローブ。本当だ。アカシア。オッケー。あ、明るくなった。明るくなった。はいはいはい、はい、こんなにあったんか。いや、これかなりでした。あ、はいはい。ということで、第一競技こんな感じでしたが、今日は暗闇の中で他にもいろんなゲームやっていただきますので、はい、第二競技早速いきたいと思います。はい、第二競技、暗闇アイテムクイズでございます。皆さんちょっとこちらの回答ボタンを持っていただいて。回答ボタン。何これ？ピポン、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 ピポン。これ一回押すと30秒間押せなくなりますので、で早押し。はい。はい、で誰が最初に押したかがちゃんと分かりやすいので。はい、早押しクイズとなっております。すごい、はい、すごい。これお手つきあるのか。お手つき、お手つきっていうかね、30秒一回クールダウンがあって、クールダウン、はい、クールダウン。なるほど。 OK、 じゃあ例題いきます。これは例題です。はい。第2ゲームは暗闇アイテムクイズ。床に書かれたアイテムが何のアイテムなのかを足元の見える範囲のみで予想して当てるこのクイズ。早押しで答えられたらポイントを獲得でき、一番多く正解できたメンバーの勝利となる。もち。なんだこれ。これもうね、飛んだら今答えていいですよ、分かる人。はい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 、はい。おー、坊さん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 。ひまわり。いや、早い。ベベー。あ、違うんだ。分かる人分かる人。黄色白。はいはい。はいはい、オラくん。緑。僕のつけたドズルぞ。いや、ベベー。いや、むずい。難問すぎるやん。じゃあ分かった人、分かった人。いや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 。はい、こんな。あ、オハラメン。ダンデライオン。全然ないよ。タンポポ、ブブー。まあ、伊能忠敬みたいなことしてるわ。いや、そうです、そう。ちゃんと上からをイメージして、上からをイメージして。わかんねえ。誰かわかんない、誰かわかんない。はい。はい、オンリー。トーテム。ピモピモピモー。おー、すげえ。はい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 。なるほどね。こっち。おー。上から見ると簡単だけど、実際むずいな。うわ、むずこれ。だから結構だから早押しなんで、当てずっぽうで当てるのもありです。はい、色味だけでね、はいはい、なんとなくのね。うわ、ちゃんと読んでいかないと分かんないよ。そうね、これ本当足元だけだと難しいよ。あ、OK です。自分の回答ボタン戻ってきたんで、次行きましょう。よし、行くか。よし、次行くか。なんか最後みんな答えないのそういうことかなと思って。それでは、あ、ボンさんボタン押さなくていいですか。いやいやいや、押さないでしょ。まだわかんない、まだわかんない。そうそう。じゃあ行きますよ。速攻してる。速攻始まってる。とりあえず押す、はい。押したらすぐ答えましょうね。押してから。オッケーです、オッケーです。はい。行きます。ポチッ。なんだトーテムだった。トーテムに見えるけど。おかわりトーテム。おかわりトーテムあるか、これ。あ、なんだこれ。え、マジでわかんない。え、こんなものある。何これ。え、何これ、本当に。え、お、形が変、形が、はい、え、お、醸造台。うわー、そうだ。いや、わかんない。頭いい。いや、そうだ、そうだ、そうだ、この黄色と灰色がそうだわ。すげえな、すげえ。上から見たら完全醸造台だ。いやー、これむずいぞ、これ。これ難問だな。これ難問ですね。マイクラネットにアンテナの地でわからん。これ第一問、第一問。マジか。次行くよ、次行くよ。これおもろい、これおもろい。はい。いいね。サバイバルになって。はい。第二問。はい。よし。答えるぞ。答えて、押したい。押したい。あれ、これ。また醸造だいこれ。あれ、え、ん、大丈夫ですかこれ。え、なんで、何がだよ。色味が完全に大丈夫ですか。押して、押して確認すればね。俺貴重な解答権これつけたくないっすよ。え、こんなアイテムない。
お、お、早い。クロスボウ。やったー、うわー、そうだ、オッケー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 、うわー、これはすごい。この灰色でツールかなって思ったんだけど、な、何回か茶色が出てきたから。確かに確かに。なるほど、はいはい、あ、面白いわ。いや、ツールツールと思ってた。危ねえ。運命なんてことだ。いや、うんこはないでしょ。なんで、なんでここでいきなりうんこが出てきた。攻めてんなぁって思いながら。攻めてんなじゃない。じゃ次いきますよ、皆さん。はいはい。はい、はい、はい。では、参ります。ポチッ。なんだこれ。なんだこれ。あ、なんだこれ。え、なにこれ、こんなんある。え、ん、わかんない。え、マイクラないアイテム持ってきた。そういうことか、やられたな。え、え、ガチでなにこれ。なんだこれ。え、ガチでなにこれ。あんね、はい。え、お、お、え、鮭。早い。形がでも、うん、でかいな。なんだこれ。でかい。でかいな。え、なんだ。全然ピンとこないな。たまに入ってる赤がマジで謎。え、かせ謎。赤。赤。確かに赤色が何か所かあるんですよね。なんだろう。え、この貴重な回答権変なものに使いたくない。めっちゃえよ。いや、これすぐこ、ま、回ってくるわこれ。なんだこれ。ピントも来てない。白もあるんだよな。え、お、え、アワードレール。ああ、なんか角みたいの生えてんだよ。なんだ、なんだ、なんだ。いや、これ似た色合いってだけで正確な色はこれではないからな。形でやっぱ形出てこないと。なんだ、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 なんだこれ。白も、白があるのがちょっと、白結構ある。結構ヒントになりそうな。うん、まあ白は他の色に置き換わらん。あ、お、村人。やっぱアイテム、アイテム、そういう感じ、そういう感じ、そういう感じ。モブってあるかなと。パターンあるの。アイテム、アイテム、アイテム。ゼロじゃないかな。で、今んとこブロックじゃない気しません。いや、全然違うよ。全然違う。え、アイテムに一番下に飛ばします。しました。うわ、ここだ。赤、ここだ。赤、白。こうなってんだ。結構茶色のエンダーアイ。そういうのある、そういうのある。いや、分かった。色が反転してるとか、色が反転してるとかあるかなと思って。ああ、なるほど。だとしたらもう本当に形で当てなきゃダメだな。残り30秒。やばいやばいやばい。あー、分かんない。もう1回だけ答えたい。1回だけ答えたい。か、あ、オンリー。お、いや、鉄の原石。レッドストーンリピーター。あー、いやー、30秒とか。このまっすぐの壁が、シチュー。いやー、いやー、なんだこれ。白と茶色と赤。あ、あー、時間切れか、時間切れか、これ。いや、なんだこれ。なんだ、答えることなく終わっちゃった。え、なにこれ、なにこれ。あ、クリエイターに。うわ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 、いや、わからん。これわからん。確かに上から見たらそうだ。え、赤なんて想像つかん。いやなるほどね。オウム貝か。オウム貝だ。この確かにくるっとなってるわ。いや、むずいね、これ。これは捨て物でした。うわ、いや、でもこれ誰かが。これはもうしょうがない。分かってもおかしくなかったな。悔しい。5ポイントあげるわ、これ。5ポイント。5ポイント。じゃ次行きますよ、皆様。はい、サバイバル。はい、サバイバル。サバイバル。行きます。はい。早押し。次めっちゃ簡単かもよ。はい、行きます。ワンチャンある。はい。お、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 え、ん、お、え、今までにない色。特徴的な色が。何このカラフル。何これ。あ、なんだこれ。あれ、なんか知らない色出てきた。でかくない、これ。でかくない。え、え、横長くないですかこれ。確かに変な。でかい、でかい、でかい。どっちがよくわかんないけど。え、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。え、早い。ダイヤ剣。ああ、ああ、うんうん、
ダイヤのツルハシ。この茶色がわかんねえな。茶色。水色と茶色っていうのはなかなか特徴的ですけどね。うん。なんだろう。魂の焚き火。うっしゃー、それだ、本当だ。いやー、確かに。うわー、言われてみると、確かに水色と茶色、それしかねえわ、確かに。あー、色でね、色でね。なるほどな。うわー、お見事。いやー、お見事。この黄色に、黄色が全然分かんなかった。確かに、黄色と緑にね、とらわれすぎちゃった。絶妙だよな。いや、絶妙。いや、答えて、これ。いきます。いや、一問でも取りてえな。いや、なんだこれ、また。また黄色だ。なんだこれ。また、またよくわかんないものが出てきた。頭の体操みたいになってる。え？早い。コンジット。まあ、そういう気あるかな。なんか、あ？なんか広いな。青と赤があるぞ。あ、赤が出てきた。なんだこれ。なんだこれ。わこ、え？黄色？え？黄色、白、赤、青。なんだこれ。こんなものないよ。こんなものない気がする。こんなものはない。え？ダイヤピッケル。ああ。なんだ。ピンクがあるか違うか。そう。手前はもうピンクが。黄色若干多いからな。そうなんだよな。でも赤が入ってるのがなんかまた赤っていうかピンクか。わかった。え、嘘じゃん。望遠鏡。はあ。それだ。それだ。そうだ。え、オンリーやばすぎマジで。強ない。やば。これ強すぎでしょこれ。強え。暗闇博士名乗っていいよ。暗闇博士。暗闇博士だ。ちょっとサングラスかけますわ。すごいな。うわ、これでもすっきりするな、分かったら。そうだ、すげえ。よく言わせてるな。これもう始まった瞬間から、こう動く、こう動く。もう形を当てる。頭は絶対向こう側向いて。あ、そういうことか。上下。ああ、全体の形から割り出してるのか。ああ、このクイズ終わっちまった。めっちゃ終わりか。いやこれだけやる動画撮りたい、これだけやる動画。俺回答したらうんこだけだったんですけど、いいですか、ね、ありがとうございます。いやおりお見事だ。はい、お見事。いやこれ嬉しいわ。強かった。強かった。やべえ、ちょっと、坊主さん、サングラスで得意とか言ってましたけど。まず、いや、こっからです。あ、こっから。目が慣れてきた。みんな大好き、暗闇もちもちパニックいきたいと思います。はい。おい、はい、こちら、耳を澄ませていただいて、暗闇の中に、餅が出現するので、餅のところでしゃがんでいただければ、餅ゲットでございます。あ、なるほど。なるほど。ちょっと待ってください。そしたら。操作設定いじります。おお、なんだ、もちもちパニックス用に。いや、もう、もちもち仕様にしましょう。もちもち仕様。いい？オッケー、みんな。あ、オッケーです。ああ、いいね。ああ、でも、そっか、これも設定いじろ。いじるんすか、ボスさん。これを、うん。しゃがむを、これだな。考えなくていいでしょ。しゃがんでみてください。ああ、しゃがんで。おい、もうすぐよ、すぐ。いいですか、皆さん。よし。それでは移動します。第3ゲームは暗闇もちもちパニック。一定の範囲内に出現する鏡餅をいち早く見つけられるかを競うこの勝負。餅が出現すると音が鳴るので、それだけを頼りに探さなければならない。たまに出てくる黄金の鏡餅はポイントが少し高いぞ。おお、暗い。あ、見えない。何もない。え、こんなこのちっとこ、あ、もうみんなどこ行ったかわかんねえ。もう歩き回って行くしかない。あの、餅が出現したところには音が鳴るので、皆さん。はい。あ、壁がある。あ、いえ！壁だ。ちょ、誰か殴った僕のこと。誰？あー、捉えた。ボンさんでしょ。ボンさん。オッケー、それでは行きます。はい。それでは、暗闇、もちもちパニック、位置について、よーい、スタート。始まるぞ。静かに。チリ。どこだ。ない。おらー。え？よしよし。あ、
待って。回答ボタン。回答ボタン。ひどすぎる。回答ボタン押しました。回答ボタン押した。え？どこだ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 。あ、これ。あ、まだもう一個あるのか。あっちだあっちだ。え何個か出現してる？いや、全く一個見つかってないっす。行きましょう。うわー。おー。待って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 。あ、こっち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 。こっち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 。オッケー。やば。早っ。待ち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 。いや遠い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 な。いやもう前に誰か見えてんだよな。なってるな。ここら辺ここら辺ここら辺。お餅をくれ僕に。お餅。おも。お餅近い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 。おらー。オッケー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 。持ち込まない。持ち込まない。キング持ち込む。持ちの姿一個見てない。持ちキング持ちキング。どこだ。おいしょはい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 はこれ常に鳴ってるんだよな。オッケー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 。よし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 。いや、あっちにやった。めっちゃ近い、めっちゃ近い、めっちゃ近い、めっちゃ近い。いや、ちっちゃい、近いな、これ。めっちゃ近い。おいしょー。なるほど。マジ。で、そろそろゴールデン来るぞ、ゴールデン来るぞ。どこどこどこ。近いぞ、これ。いやいやー。強すぎる。この競技強いかも。遠いわ。鳴ってない、鳴ってない。聞こえない、聞こえない。どこだ、どこだ、どこだ。待って。はるか遠くに行こうと。おー、はいはいはい。え？今、はるか遠くだ。近い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 。遠い。全然遠い、全然遠い。え？あれ？こっちじゃないのか。おい！えぇ！うそ！あぶれ！あこっちだと思う。こっちだ、みんなの足音が。みんな足音が。よし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 ！めっともうさ一回も見てない。もちろんダメだ、わかんない。もちの姿見えず。ノーもちでフィニッシュですか。ノーもちフィニッシュです。ノーもちフィニッシュか。ということで今回の、こちらもちもちパニック結果このようになりました。いやー、モチキングありがとうございます。マジか。まあまあ広かったここ。あ、広いな。いや、これはむずいな。でもゴールデンモチ3ポイントやばいなこれ、まあ、あれサングラスペアモチなかったな。うちらはうどん食おう。どういうきますかじゃないの。うちらうどん食いに行くか。うどん食いに行くか。うどん食いきますか。いやいや、まだ最終競技ありますので。はい、最終競技。あ、来た。はい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 。いや、ポンさん、うん、まずいですよここで。大逆転。うん、あ、大逆転ある。はい、やばいやばい。俺と俺くん、そう、最終頑張ろう頑張ろうぜ。頑張りましょう。いいですか、最終競技こちら。暗闇 PVP でございます。よし、なるほどね。もう分かりました分かりました。ダッチシンプル。今回の暗闇 PVP では、うん、あの弓を使います。あ、はい、剣のなるほど弓のみでございます。弓、はい、いきます。第4ゲームは暗闇 PVP。 暗闇の中で弓矢だけを使って PVP を行う。最後まで生き残るのは誰なのか。わ、来た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 。あ、ちなみに皆さん煽り用のロケット弾でございます。煽りロケット弾オッケー、みんな準備オッケーですか。はい、本当だ、ある。おい、え、何ここ。それでは暗闇 PVP1 についてよーいスタート。どこだ。壁あるよね、壁あるね。おお、なんか適当に言ったら当たった。いて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 。やばい、花火打ってる花火打ってる。誰か、おりゃ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 
多分いるんだろうな。誰かいるぞ。痛い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 、死ぬ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 。俺はやられんぞ。うらっ、視界に入ってきた。言って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 。なんかいたな。父さん。いた。いて、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 うわ、ほら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 、シュールだなぁ。おーおい、やばい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 、体力はない、体力ない、僕も体力ない、マジで矢が刺さりまくっとる。おらぁ、あーおらぁ、一騎打ちだ。いや、これおー、出てどこだろう。上から見るとすごいわ。どこだ、花火打っちゃう、花火打っちゃうか、こっちかな。打ち上げ花火。いや、いないな。この競技場全然見えなかったけど、こんなちゃんとしてたんだ。ちゃんとしてた、めっちゃ。もっと、もっと、お互い矢が刺さりまくってる。どうだ、いや、歴戦ですから。虫の息です。僕もハート 1.5 です。僕もハート1です。いや、もう、いや、もう出会い頭で終わるぞ。出会い頭でもう、ガンマンのように決めましょう。OK。一撃で。今二人とも反時計回りだから、どっちか逆にしようぜ。一緒に同じ方向向かってる、ぐるぐるしてたか。これ多分互いに壁ずりぐるぐる回ってる可能性があるな。あれ、壁にいんの？あーかもしれないですね。ほら、うわ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 、惜しいよ。耐えた。ハート0.5。やべえ、一発耐えられた。いや、今ね、もうちょっと引いてたら多分死んでたよ。かあ。やったー。チャリーン。ということで、今回のこちら暗闇ミニゲーム選手権、勝利したのは2ポイントでドズルでございまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、最後の PVP はかなり激戦でしたね。はい。僕とメインが一騎打ちでございましたが。はい。いや、でも、あれでしたね。暗闇になるだけで、いつも普段遊んでるミニゲームも全然違った、ドキドキがありましたが、またね、ちょっといろんな、マイクラを使った、ミニゲームやっていきたいと思いますので、今日の動画面白かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしまーす。お願いしまーす。お願いしまーす。ということで、じゃあ本日の動画こんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おすすめの動画もご覧ください。高評価と動画のコメントも待ってるね。どうしてもっていうわけじゃないけど、気が向いたらしてね。いや